皆さんお待たせしました。それでは後半の部、パネルディスカッションということで、私がですねコーディネーターをさせていただきます。先ほど来からお世話になってます神田に宇都宮でございます。それでですね本日はですねなんと本当に知事、市長、そして前市長、それから地元の交通事業者4社の役員が勢ぞろいという、私この手の、パネルはいくつかやってるんですけど、こういう顔ぶれっていうのは本当初めてですね。それほどまでに豪華な顔ぶれを揃えた、やっぱりこの藤川さんをはじめとする上田ビジョン研究会のやっぱ市民力ってものには本当に改めてすごいなと思うし、やっぱり私一昨年来た時にこの力に押されて今回がもうつい来てしまったというか、やりましょうってことになったわけです。ということで大変期待されるわけですが、こうやって喋ってると時間だけは冷たいことにどんどん経ってしまうので、早速ですけれども、後半交通まちづくりシンポジウム、テーマというかあれですけど、やはり持続可能な上田をどう考えていくかということで、では口火を切ってで、やっぱり知事市長は知事市長ってお呼びしようと思いますけど、他の方はみんなさん付けにしたいと思いますので、そこご了承ください。では最初にですね唇を切りまして、まず安倍、そうか、その前にちゃんと皆さんご紹介した方がいいんですね。もう一度ね、こちらから、森さん、そして、長野県知事の安さん、はい、よろしくお願いします。それからそのつながりが信濃鉄道の専務の岡田さん、そして上田電鉄常務の国枝さん、上田バス専務の船見さん、そして、千曲バス営業本部長の白鳥さん、はい、白鳥さんですね、はい、そして上田市の土屋市長でございます。そして最後が、この機会をやっております藤川さんということになります。じゃあ早速安倍知事、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日は藤川さんにメッセンジャーで、誘いをいただき来させていただきました。これは交通まちづくりを語るということで、大変私も期待をして楽しみにしてきました。本当に宇都宮先生、それから森前市長の非常に理論面、それから実践面のお話、大変参考になったと思いますし、私は相当刺激を受けさせていただいています。ちょっと報道されてたんで、私はちょっと胃の調子が悪くてですね、ちょっと今日元気があんまりないんですけども、お二方、お三方ですね、お三方のお話を聞いて、ちょっとやる気がみなぎってきたというのが今の状況です。でちょっと私、冒頭何話そうかなと思ったんですけども、一つは長野県、4月から交通政策局を作ろうと思ってます。でこれは私も遅ればせながらで大変申し訳ないんですけれども、12年間知事やっててですね、どんどん長野県元気にならないと、元気にするためには何が必要かなっていうことを考えた時に、やっぱり交通極めて重要だと思っています。特に、長野県は、どんどん今免許返納されてる方が増えてます。もう毎年、もう最近は1万人近い方がですね免許返納して、もうこのままでは地域社会成り立たない、生活成り立たないという状況にもう現実になってきているというふうに思いますし、もう一つは、高校生の皆さんと話をする、さっき藤川さんのお話がありましたけど、私は高校生から言われるのは勉強が大変だとか学校行きたくないとかそんな話もありますけれども、それ以上に通学大変だと、待ち時間が多くて何もすることがない、なんとかしろっていうことを、かなり強く言われてます。そうしたことを考えたり、あるいはこれから例えば、そうですね、高校再編していきます、教育の問題考えるときにも、それから今、地域医療構想を進めて、病床連携、病床の在り方も変えていくことも考えなければいけません。何よりも人口減少の中で、どうやって地域を維持するかっていうことが深刻な課題になっているときに、この交通の問題を抜きにしては決して地域は元気にならないというふうに確信をして、交通政策局を作りますということで、4月からちゃんと立ち上げます。であんまり長く話しちゃいけないちょっとね、お二方のお話聞いてると話したいことがたくさんあるんですけど、私はちょっと今知事の立場でお話してますが、実は昔実証というと、さっき宇都宮先生が総務省の話をしていただきたんで、私実証というところで実は公営交通担当の課長補佐というのをやっていました。で地下鉄とかバスとかですね、地方公営企業で交通事業を運営している、市町村、県も一部ありますけれども、そういうところがあります。そういうところの財政措置いろいろ考えてたんですけれども、私は今こそですね、地方がもっと交通分野に踏み込まなければいけないというふうに、さっき言った長野県の問題意識が先ほど申し上げましたけれども、踏み込まなければいけないのは、いろんな切り口ありますけど、私はやっぱりシステムをもう一回しっかり考え直さなければいけないんじゃないかなというふうに思います。宇都宮先生のお話を伺ってて、実は私感じたのは、これ宇都宮先生のご意見聞きたいんですけれども、日本の鉄道って国鉄時代の発想を引きずってしまってんじゃないかなと実は思っています。なぜならば昔は鉄道省だったんですよね。鉄道省国がやってたんですよ、鉄道事業だから。さっきのなんちゃら割引みたいな話も、国の政治的な判断で、国鉄運賃自体もその政治的な闘争の、議論の場でもあったわけですけれども、それが民営化されたにもかかわらず、なんとなく発想とか仕組みっていうのは昔のまま変わってない。だから、ちょっと事業者の方たちいっぱいいらっしゃいますけれども、事業者にどうも過度な負担がかかっちゃってるんじゃないかなと、あるいは事業者の皆さんと行政との関係の在り方っていうのがどうも、今のままではいけないんじゃないかなというふうに思ってます。私は交通政策局を作るにあたっていろんなところで言いふらしてもらってるのは、これからはもっと県も交通に税金を投入しなければいけませんという話をしてます。でただ、どこに税金入れるのが一番効率的なのかって、ちょっと宇都宮さんと森さんのお話聞きながらいろいろ考え中ではありますけれども、ただ今のままでは持たないのは明らかで、ちょっとこれはまた後事業者の皆さんのご意見聞きたいと思いますけれども、そうしたことを考えると、やっぱりシステムの問題、これは事業者と行政との関係、それから、先ほど上下分離の話がありましたけれども、それから国と地方との関係、こうしたことが今まで通りでいいのかということが、もう一回問い直さなければいけない時代だと思ってます。一つだけちょっと申し上げると、しな鉄、私もだいぶ関わってきましたけれども、一度消えたしな鉄上下分離案というのがあったのって、あれはオープンになってないんですかね。知らないの皆さん。私一生懸命考えたんですけど、田中知事の時に詰めに詰めて知事のとこ持ってったらダメだっていうふうに言われて、上下分離以外の方式を長野県はしな鉄道今取ってますけれども、行政とそれから事業者、あるいは先生も含めてですね、ここの関係の在り方っていうのは、これから将来に向けて発展させていく上での在り方でもう一回考える必要があるというふうに思ってます。だからもう一ついろいろ申し上げて申し訳ないですけれども、上田市は実はいろんな可能性がある地域だというふうに思います。新幹線駅もあるし、上田電鉄別所線も走ってるし、長野県、そして白浜鉄道もありまして、あとバス事業者もありまして、鉄道3線あるわけですよね。長野県広しというのもなかなかこういうところはないわけでありまして、まさにこの上田からこの鉄道であったり公共交通であったりを使ったまちづくりを考えていかなければ、一体どこでやるんだっていうのが私の感覚であります。私なんかそういう観点でちょっと皆さんと一緒に交通の在り方考えていきたいと思います。ちょっと冒頭は長く話しすぎてはいけないので、これぐらいにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。とはいえかなり最初から突っ込んだ話が入っていて、多分事業者さんはそれよりももう運輸局が聞いてないかどうかとか、多分ビクビクされてるところにいきなりですね、国と一緒じゃないかとか、多分そう思ってらしたのが多分少しほどけたんじゃないかななんて思うんですけれども、はい、では次は、上田市を代表してというか、個人的な見解も含めて結構でございます。土屋市長から、思うところをまず講演を聞いたお話でも結構ですし、知事の話を聞いた話でも結構ですし、今お考えになっていることでも結構でございます。まず現状と課題なんかを中心にお話しいただければと思うんですが、いかがでしょうか。はい、今日は宇都宮先生、そしてまた森前市長のですねお話を冒頭お聞きしましてですね、まず私も、今までの交通政策あるいはまちづくり基本ですね関係について、改めて、考え直すというか今までの視点でなくてですねやはり交通とまちづくりというのがですね融合しなくちゃいけないということをですねまず先にこう冒頭で触れられたということで私もすごくこう大きな心の中でもですね変化を感じております。そしてまた別知事からもですね交通政策局を作るという心強いお話もいただきましてですね令和5年度私たちもですね新たな年度に向かって今いるわけでございますがしっかりと令和5年度をですね取り組んでいかなければいけないなと思っています。それで、現状というのはですね本当に今公共交通今日電車バスの方いらっしゃいますがタクシーもね含めてなんですけどもやはりこうコロナ禍も含めまして、利用されている方が減少しているというのはどうしてもあるということであります。しかしやり方によればですねいくらでもいろんな方法があるのかなというふうに感じています。それと私も毎日ですね自宅から市役所を歩いていますけども大体15分弱ぐらいなんですがその時にですね思うのは通学のバスはもういつも同じ大体時間帯でですね動いていらっしゃるということで本当に頑張っていらっしゃるなと思っております。ただその乗ってる方がもちろんいらっしゃいますし、バスでもですね循環バスは毎日そのある高校生とは行き合うんですけどもそこのバス停からは1人だけしか乗ってませんが、それでもそのバスがあることによってその女性ですけど彼女はしっかりとこう通学しているのかなという思うとですね公共交通の大切さというのはですね、改めて感じているのが、日々の生活になります。で上田市のさまざまな特徴がありますけども、先ほども上田電鉄のお話ありましたが、令和元年の東日本台風でですね赤い鉄橋が崩落したということでありました。その時はですね本当に私たちもどういうふうに復旧していくのか、その前に復旧はしない方がいいという意見も実際はあったんですけどもそう言ってもこれ復旧すべきだろうということで私たち行政もですねそういう決断をさせていただきました。そしてまた県と国のと相談しながらですね大きな決断をさせていただいたんですけども赤い鉄橋部分をですね市で保有するという決断をさせていただきました。これは国の方でもそれによって 97.5% 支援をするんだという話がありまして大変ありがたいストーリーを作っていただいたということです。そして当時の赤羽大臣も現地を赴いていただきましてその時に赤い鉄橋はですねまさに千曲川の右岸と左岸を結ぶ心の架け橋だとそしてまた現代と未来をつなぐ希望の架け橋だということでですね訴えさせていただきました。先ほど岡田靖子さんの、映像もありましたけどもまさに心のよりどころといいますかですねそういう形になっているのが別所線だというふうに思っています。またしなの鉄道は、あと岡田さんからお話あると思いますけども、これも大変ありがたい鉄道でありまして、通勤通学でですね使っていただいております。そして、新幹線ですから先ほどチームも触れていただきましたように3つの鉄道会社がですねここにあるということは大変貴重なことだと思いますし、それぞれの駅長さん方の、鉄道イベントも確かねありましたけどもまたそういう形で広めていただければなと思っています。それと別所線につきましてはその別所温泉に行く塩田平が日本遺産にも認定されましたので、ここもですね鉄道も一つの、ストーリーに入ってますので、神社仏閣とともにですねその鉄道を利用した形での日々の生活そしてまた観光客の皆様のですね、ご利用をいただけるのかなというふうに思ってます。それとバスにつきましては現在の運賃低減バスということで、事業をさせていただいております。これはですね、10年迎えるんで10年目を迎えるわけですが距離にもよりますけども、ある一定エリアまでは1回300円、そしてまたその先のエリアが500円と、ですから上田駅から菅平高原まで500円という設定になってますし、またその短い距離では300円で動いているということであります。これもですね、利用者の負担軽減を図るということでありまして、直接的にはその事業者をどうこうじゃないんですが、利用者をも利便を図るということですからさせていただいております。それとチケット QR というですねことでアプリを開発した地元の方がいらっしゃいますので、これを利用してですね、今別所線、そしてまたバス、またタクシーにもですね、そのチケット QR の機器を導入しましてですね、その利用していただいているということであります。チケット QR ですから、この前この消費喚起応援事業にもですね使わさせていただきましてですね、いろんな形で利用があったということであります。いずれにしましても、この交通とまちづくりというその視点はですね、非常に大切な視点だなということを感じております。以上です。はい、ありがとうございました。本当にいろんな取り組みをされてるっていうのは私も存じ上げておりました。ちなみに赤い鉄橋、心の架け橋、それは単に上田市民だけではなくて、日本全国の地方の方のなんか心の架け橋になったって私は本当に感じました。で、私もよそでしゃべる時もこの話をすると、本当に皆さんがですね、一つの希望としてですね、これからの地方の在り方の、シンボリックな存在になっているということもちょっと付け加えさせていただこうと思います。ということで、それでは次は事業者さん、本当にお時間が短い中でですね、現状なり課題なりいろいろあると思うんですが、自己紹介も兼ねてお話をいただければと思います。では順番としては、じゃあしなの鉄道の岡田さんからお願いいたします。はい、しなの鉄の岡田でございます。すいません、今は23分で話したということなのでですね、ちょっと弊社は課題山積みの会社でございまして、課題を挙げると多分時間切れになってしまいますので、今日はすいません、岡田個人の、考えとして、地方鉄道こういうふうにアプローチ考えるべきじゃないかということで、ちょっと3つほどキーワードでちょっとご説明できればと思ってます。1つはですね、これよく言われることだと思いますけど、自助、それから共助、公助、この3つです。で今知事の方からもお話ありましたように、私個人もですね、しなの鉄におりまして、自助というのはですね、それほど他の鉄道会社さんを含めてちょっと限界に近づいてるかなというふうに思います。今のままで自助努力でですね、ドラスティックに会社の状況を変えるのは非常に難しいと。じゃあ一方で実は私民間の、三菱から来ておるんですけども、じゃあすぐに控除、補助金に頼るのが本当にいいのかっていうと、ちょっと私は違うんじゃないかなと今思ってます。やはりその真ん中にある共助というのをもう少しフォーカスすべきじゃないかなと思ってます。共助の役割という可能性をですね、もう少し、考えていきたい。でかつちょっとここに知事横にいらっしゃるんで緊張しますけども、やはり、行政がその、我々がやる共助に対してもっと、寄り添っていただきたいというのが一つ思ってます。で共助とは何かというとですね、横に国枝さんいらっしゃいますけども、例えば地域内であれば同じ鉄道会社、それから、バス会社とですね、地域内の交通事業者が結束する、または手前どもは並行在来線でございますので、軽井沢から行こうと思えば、金沢、それから福井まで行けます。そういった意味で、横の並行在来線とですね、手を組むといったことがやはり、共助の一つの、アプローチとしてあるんじゃないかなというふうに考えています。で2つ目はですね、公益的ネットワークの再評価だというふうに私は思ってます。今申しましたように、弊社は並行在来線でございますので、国鉄時代からですね、国土のネットワークを形成しているという、一つの幹線軸でもあります。でこういったものをですね、もう少しネットワークというのを再評価を私はすべきタイミングかなと思ってます。でこの再評価というのはもう少し具体的に言うと、例えば観光ですと、公益回遊観光というのは、他の連携、並行在来線と手を組むことによってできるといったことで、もっと外から多くの人を呼び込む可能性ができると。それから少しコスト面ということですとですね、さっき申し上げたように同じ国鉄の兄弟会社でございますので、例えばメンテナンスとか保守とかそういったところでですね、共同してもう少しバルクで物を発注するとかということができるんじゃないかと。実際今第三セクター鉄道等協議会というのは実は40社ぐらい全国で入っている組織があるんですけど、そこではですね車両の共同発注というのを今検討しています。そういった動きも散見されるので、こういったネットワークというのはもう少し活用すべきじゃないかというふうに私は思っています。で3つ目なんですけど、これは少しすみません、概念的ですけども、中長期的視点とですね、もう少し地方鉄道、地方公共鉄道というのを、これ、バスもそうかもしれませんけど、少し多面的、複眼的に評価していただきたいというふうに私は思っています。やはりどうしてもこう収益、収支というところにですね、我々地方鉄道というのはもう日経新聞見てると必ず収支が落札したとか出てくるんで、それはそうなんですけども、収益以外に当然評価をすべきポイントあるかなと。今日先ほど森前市長からもお話ありましたように、健康福祉と地方鉄道の話というのは本当に斬新な切り口だと思ってます。私自身も実は沿線には例えば多くの学校があったり、いろんな組織があったりします。そういったところのですね、一緒に手を組むといったところで、沿線地域のですね、公益的福祉と言っていいのが正しいか分かりませんけど、ウェルビーイングをですね、もっと向上させることができるんじゃないかというふうに思っています。もちろんお金にはなかなかならないんですけども、やはり、鉄道会社、我々は地域の会社でございますので、地域の組織、皆さんの人々と手を組むことによってですね、もっと地域の活性化、それから先ほど申し上げたようにウェルビーイングをですね、もっと増やせるんじゃないかと、そういった評価も実は地方鉄道に対して、目を向けていただきたいというふうに思っています。ちょっとキーワードとしてはその3つをとりあえず皆さんに問題提起としてちょっと投げかけたいと思っています。ありがとうございました。本当にまさに私が投げかけなければいけないキーワードを投げかけていただいたなというふうに思います。じゃあ次お願いしたいと思います。じゃあそしたら次は上田電鉄の国枝様、よろしくお願いします。はい、上田電鉄の国枝です。よろしくお願いいたします。岡田専務の後でなかなか話しづらいところもあるんですけれども、まず先ほど土屋市長からもお話ありました通り、赤い橋が落ちた時については多大なるご支援いただきましてありがとうございます。市長の話とかぶってしまうんですけれども、私も時に、感じましたのは、地域の皆様が、心のシンボルというふうに言っていただいたが上に復活できたと思ってますし、我々の責務というのはそこにあるんだろうと思ってます。こういったことで、シンボルを崩すことなくなんとか頑張っていきたいと思いますので、引き続きのご支援をお願いいたします。というのがまず上田電鉄の看板を背負っていることでございます。で一方で、会社の看板を少し外してものを言うとするとですね、先ほど森前市長や宇都宮先生のあれを見ながらこう思ってたんですが、やはりその街づくり、皆さんが、住みやすい街を作る上でそのツールの一つとして公共交通機関はやはりあるべきだというふうに思ってます。ぜひ、上田市においても私は別所線の人間ですので、別所線を必要とするようなまちづくりのプランが出来上がってくるのことを心の中で祈ってやめません。その中でですね、少し、ご提案申し上げるとすると、我々単線運転をたった5両編成、全部で10両しか電車持ってないんですが、それで動かしていますと1時間にですね、最大3本までしか電車運行できません。いわゆる各駅20分に1本ずつしか電車が来ないと。でこれは朝だけ1時間に3本入れて、日中の午前と午後というか帰りところは1時間に2本ぐらい入れて、あと日中の閑散期は1時間に1本しかない。こういった状況ですと1時間に1本だとフラッと行くと確率的には30分間絶対電車を待つということになりますので。こういったことをですね、少しその社会実装実験みたいな形で、その街づくりがあって実装実験というような形でお使いいただければ、もう少しこう便利な公共交通機関には生まれ変われるんじゃないかということを先ほどのスライドを見て思いました。でもう一つ、森さんが森さんって言っちゃいました、すみません、声高らかに100円のカードを掲げておられましたが、上田市は上田市さんのおかげあってチケット QR というもので、公共交通機関ほぼほぼ全てにですね、アプリで乗れるシステムがあります。運賃制度自体はですね、いろいろ国交省からも厳しくというのが厳格に定められているところでありますが、一方で、昔みたいに切符をあえて先に現金で買う必要もないような時代になってきているし、そういうシステムをもう入っているというようなことで、ここでも一つ、そういった実証実験から実装まで持っていけるようなツールが揃っているような気がしてなりませんので、ぜひその辺もまちづくりの一つとしてご活用いただければと思います。話は以上です。はい、ありがとうございます。定額鉄道、バスも含めた制度って、私説明飛ばしましたが、一応国交省の地下通貨法の改正によってだいぶ制度的には可能になってるので、多分やれることは多分あるんじゃないかなと思ったりしたところでございます。それでは鉄道2社に続きまして、今度は我々より身近な交通として市民を支えるバスですね、上田バスの船見様、お願いいたします。はい、上田バスの船見と申します。よろしくお願いします。古川さんにこの話をお伺いして、ちょっと私なりに白A4 の横のグラフの表を皆さんにお配りしたんですけれども、すいません、ちょっと現状とは離れちゃうんですけれども、私上田市に生まれまして、昭和の59年に大学卒業してまた地元に戻ってきて、それ以来上田交通という会社、今の上田電機さんですけど就職いたしました。で、そのバスフローを継承した上田バスという会社の専務をやっておるんですけれども、お配りしたA4の資料なんですけれども、棒グラフを見ていただければ分かると思うので、折れ線グラフです、すみません。当上田地域は昭和初期よりも鉄道網が非常に発達いたしまして、その後路線バスも参入し、最盛期の自動人員は鉄道とバス合わせて年間の2200万人もいたと。で、その頃は土屋千空さんよくご存知だと思うんですけれども、上田の中心市街地はすごい大にぎわいで非常に混雑しておりまして、例えばこの近くに伊勢宮神社というところでビスコ祭りだとか、あとは上田市の祇園祭り、あるいは上田城でのお花見というようなそれぞれの催し事にものすごく人が集まってきたと。もう集まりすぎてすごい状態でした。で、それはほとんどその鉄道や当社のバスや市川バスさんや国鉄バスさんでも同じことで非常に混雑しておりました。で、その時は家族構成も3世代の家族構成が非常に多くて、でお孫さんを連れておじいさんおばあさんお父さんお母さんが恵比寿港祭りだとかというような催し物を見に来て、で家族全員で楽しみにしていた時代でございます。で、その頃はここの上田の中心市街地なんですけれど、その後ろに袋町という繁華街がありまして、今の何軒ぐらいのお前さんがあるかちょっと私は分からないんですけど、最盛期は1000軒近くありました。で、それも先ほど森さんのお話から非常に飲むのも文化だよと、文化の一つだよというのがあって、今されておりますけれども、そういったことで公共交通が非常に盛んになっていたと思います。で、その後宇田津やリムというこれが入りまして、で上田交通のまず最初に丸子線の廃止になり、続いて三ヶ曽根線の廃止になったと。最後まで残った現在の別所線も会社では廃止が決定されておりますけれども、地元の皆さんの反対や補助金がつくということになり、現在も営業を続けております。それで最盛期バス鉄道の輸送人員が1200万人あったんですけれども、それは上田交通だけです。で、千曲バスを見るともうかなりの数だったと思いますが、現在上田電鉄様と当社のバスの輸送人員は年間120万人くらいです。で、バスも特に今現時点でバスの輸送人員は40万人くらいなんですけれども、この A4 の線グラフにも書いてあるんですけれども、非常に輸送人員がピークと比べて減っていると。当社のバスのピークは330万人ぐらい年間になりましたが、今約30万人から40万人ということで、では経営は大丈夫だったのかなという素朴な疑問があります。でこれは当社というかバス事業の収支だけを見ると、ちょっとこれ額は巨大すぎてこのことは言えないんですけれども、1970年から50年以上現在に至るまで路線バスは赤字と営業赤字です。で本当に累積するとどうもない、もうちょっと見えませんけど赤字です。でそれではどうして普通の当初の民間企業ですので、地方バスもそうですけれども、こんなに儲からない路線バスなんでやってるのと。通常民間では赤字に続ければもう経営破綻になりますと。倒産ですという状況ですけれども、儲からない路線バスは徐々に縮小というような形も取りつつ、貸し切りバスや他の部門で利益を得ることによって会社が存続している。それは今も構図は変わりません。ただ最近になって国や上田市様に多額の補助もいただいております。ただそれは乗り合いの赤字全てを補填するというのには至っておらず、やはり非常に立ちにお金のない方点で事業を経営している状況です。でそれが今回のコロナ禍において他部門である他の事業が非常に政治が不振だということで、非常に厳しい状況が続いております。来年度5類に変わるということですけれども、それにおいても来年度の予算編成がやっているんですけれども、それほど期待はしているんですけれど、売り上げが回復しないと、予算の段階ではしていないということで、非常に経営的には危機的状況が、あまり危機的というとまたあれなんですけれども、非常に厳しい状況が続いているというのが現状の認識でございます。以上です。はい、ありがとうございました。ちなみに昭和59年大学を卒業って、ああ私と同期だななんて思いながら聞いてまして、私もまさにその自分が高校の頃住んでいた水戸市っていうものがですね、本当にもう街中に百貨店が、申し訳ない、上田より少し県庁所在地で大きいので百貨店が6つぐらいあったのかな。それでもう歩行通りの歩行者道路は自転車を通れないぐらいの人だったんですが、今は百貨店が唯一一つだけ残っていて、で閑散とした街になっている、そんな問題意識が、こういう場を作って何とかしようという気分になってるわけでありますということで、なんか同世代として感じるところはあるんですが、そんな話をすると長くなりますので、じゃあ続きまして千曲バスの白鳥さんお願いいたします。はい、千曲バスの白鳥と申します。お願いします。私どもの方もバス事業者としての現状、課題等をお話しさせていただけたらと思います。現状としては、バス会社としては一番の課題としては、当社においては、全国的に多いんですけど、運転手前段の話でも交通のネットワークの話もあったんですが、バスを運転する運転手が圧倒的に不足してます。その中で、2つ目には今上田バスさんの船野さんの方からも話あったんですが、利用者の減少、これからの時代は高齢化社会と言われてバスは必要だという話も多く聞かれる中ですが、年々利用者が減ってきてるという現実もあります。それに加えて戦争等により、今皆さんもご存知の通り物価高だと燃料費が高騰で、その中で先ほど市長の方にも話がありましたが、上田市内においては運賃低減バスというところで、上田バスさんも同様、千曲バスも同様、今バス運賃の値上げはしておりませんというところで、採算はさらに悪い状況になっていると。で今課題としては、どうすればいいかと、はい、ずっとここ数年取り組んできてるんですが、先ほどさっき言ったバスの運転手どうすれば採用できるか、当社の方も、いろいろさまざまな取り組みがしてきてる中ですが、まあ、皆さんの記憶にご存じだと思いますが、軽井沢のバス事故で、まあ、昨年の方も貸切バスの大きな事故とあった中で、実際事故があってからの採用っていうのは激減してますし、あと実際バスを運転してる運転手がその事故、まあ、人の命を預かって運行してるものですから怖くなってやめるといった症状になってまして、その先には来年度その事故、大きな事故があるごとに運転手の労働時間の問題があるので、一番は上田の街の中もバスの運行回数、先ほど森前市長からの話があったんですが、15分に1回バス停にバスが止まるようになれば利用者も当てにするでしょうし、それがまあ今の場合だとバスが走ってないから住民の方たちも利用できない乗り物として選択されてしまっていると思うんですが、その中で運転手が少ない中ですとバスを運行する労働時間、要は運行させられない状況っていうのの、ジレンマっていうかがあります。かといってじゃあどうすれば、先ほど上田バスさんからも話はあったんですが、今までは貸し切りバスとか高速バスの収入で、まあ、路線バス当社においても、黒字路線というのは一本もない中でその赤字路線の部分を補填しながら経営してきてるところなんですが、私のこれは思いなんですが、そもそも路線バス事業だけで事業が成り立たないっていう公共交通自体が実際おかしくて、貸し切りバスは貸し切りバス、高速バスは高速バスで、街の中を走ってる定期路線バスだけで事業が成り立つような、国の制度とか仕組みじゃなければ、まあ、街の交通って、維持していけないと思います。で今ですと利便性とかお客様が乗る時間帯に、選んで少ない本数を運行しているところなんですが、生命保険とかもそうなんですが、自分たちが、運転免許証を返納する、自分たちの孫とか子供が今度学校に通う時にバスが走っていない街っていうところで先行投資っていうか、自分の将来とか自分の子供たちへの投資として考えてもらいたい。そうしないと実際バスとか公共交通っていうのは残っていけないんじゃないかと考えております。すみません、以上です。ありがとうございました。本当にまあ現状の問題点を本当に現場の感覚で整理いただいてありがとうございます。まあ本当は私からも言うべきだったと思うんですけれども、まあ皆様ご承知の通り、あるいは私なり森さんのお話もあった通り、そもそも世界広しというのは日本だけなんですよね。いわゆる公共交通が民間ビジネスとして成り立ってきてるってところは、でこれはまあ先ほどの上田市が反映していた、水戸市が反映していた頃はどんどん人口が増えていった。しかも比較的日本の場合は人口が集中している、そういう特殊な時代で成り立ったことがあるっていうことが一つ整理いただけます。それからにもかかわらずその後もじゃあ何かやってるね。やってるじゃんっていう感じがあるわけで、実際やっておられるように見えるけど、それは今お話にあった通り、まあ、貸し切りバスからのお金は鉄道でも一緒ですね、 JR も一緒ですけれども、まあ、内部補助っていうやつですね。でもちろん普通の企業でも内部補助やるケースがあります。あるビジネスについてこちらを補填することによってビジネス全体の利益が得るケースがある。けれども、多分今の話を聞いてもお分かりの通り、もうそれをしたら将来黒字になるとかそういう話がないってことですよね。でもう少しだけ私補足させてください。まあ赤字累積赤字大変だねと思われたと思うんですけど、そもそも赤字とかいう海外では、まあ、一応言葉はありますけど、なんか当たり前なんです。だって皆さん道路の赤字って言わないですよね。図書館赤字って言わないですよね。市民プール赤字、あの赤字詰めてで累積赤字って言うとこれまたとんでもないことになってる気がする。当たり前ですよね、毎年やらなければっていうところを、まあ、しっかり抑えた上で、けれども、まあ、そうは言ってもその中でどう頑張っていくか、どうやればいいか、これはまた海外の事例とかも時間があればご紹介をしたいと思うんですけれども、重要なところはやはりもう知事、そして森さん皆さんからあった通り、多分まちづくりの中に位置づけていくってことなんだろうと私が言っては、ですからどうぞ知事どうぞ。話したかれでごめんなさい。今住谷さんのお話と、それから岡田さんがちょっと公費、ちょっとその前に共助だっていう話があったので、若干ちょっと誤解があるといけないので申し上げておくと、無秩序に私税金投入するものには全くないです。しかしながら、例えば上下分離みたいな話、ルールをしっかり立てて、でその下で税金を負担しないと、今各事業者の皆さんのお話を伺ってて、相当大変だっていうことは、ここで参加されてる方とか聞かれてる方、皆さん共有されたんじゃないかと思います。当たり前のように走ってる鉄道やバスっていうのは、本当に事業者の皆さんの相当なご苦労の中で、特にこのコロナではですね、先ほどもお話ししたように、国とか県とか市町村、相当もう税金投入してます。税金投入しながら維持してるっていう実情があるっていうのを、まず共有していただきたいと思いますし、でその上で新しい時代に向けたシステムとかルールをもう一回作っていかなければいけないのではないかというのが私の問題意識です。これ以上言うと長くなっちゃうんですけど、一言で私実は事業者の立場も経験したことがあってですね、私は横浜市の副市長をやってました。横浜市は実はご存知の方もいると思うんですけど、自分で交通やってるわけですよ。横浜市交通局。私は交通局担当の副市長だったんで、地下鉄どうしようかとか、地下鉄延伸させてどれぐらい金かかるかなとか、そのバス事業どうしようかで、バス事業も民間のバス事業者とも競合してますので、そういう意味でどうやって公共交通としての役割を発揮するかって相当考えましたけど、ちょっと1点だけ申し上げるのは。ちょっと時間があんまりなって皆さんの発言下げちゃうで、横浜市みたいに大都市で公営交通やってるところはいっぱいあります。公営交通やってるところは実は一般会計からも負担してるわけですよね。ルールの下で、例えば敬老パス横浜市発行してます。その分は一般会計、これ利用者、さっきまさに宇都宮先生が「いや事業者頑張ってやってくれてますよね」って話ですけど、それはもう一般会計、これ税金を投入して。から地下鉄はめちゃくちゃトンネル方面にお金がかかります。これは国の仕組み上、交付税でお金を入れる仕組みにルール化されています。こうしたことをもう一回、やはり地方交通の場においてもしっかり議論すべきだというのが私の考え方です。ありがとうございます。もう本当にこのルール化の議論もしたいと思いますが、またその辺具体的な話をぜひ知事にお聞きしたいと思いますけれども、藤川さんなんかございますか。そしたら今までお話を聞いて、市民の声を皆さんにちょっと共有したいなと思って、今日午前中に私 Facebook をやってるんですが、呼びかけて公共交通が街にあってよかったとか、こんないいことがあったっていう声をちょっと募集しました。なんかできたてほやほやなんですけども、共有皆さんにお聞きいただければと思います。子どもたちって多分世代とか時代を問わず、乗る乗らないにかかわらずバスや電車が好きじゃないですか。なんかもう、ね、3歳4歳でもマニアックな子いますよね。みんな好きなんです。だから乗りたいって言うそうです。でなかなかね、親はいや車でいいんじゃないって思うけれども、わざわざバスに乗ったことがあるっていう方がやっぱりすごく子供は喜ぶと。で他の方と同じ乗り物に乗ってるっていうことでマナーを学べたり、ちょっと隣の人とお話をしたり、それからなんていうか、その社会を知るというか、いい機会になっているというお話がありました。それから見るの、乗らないけれども見に行くっていう子どもたちもいますね。電車そろそろ廃止なんだけど見に行くっていうような子どもたちもいるので、働く車とかなんか動くものみんな好きですよね。あとポケモン GO って私はやったことがないんですけれども、上田市場とかでなんかポイントっていうんですか、ストップポケストップっていうのがあるんですかね。市内にもいろんなところがあって結構バスや電車で行けるそうです。なのでそういったところにお孫さんとちょっと小旅行ができるっていう方の声もありました。乗らなかった子ども時代にバスや電車に乗らなかった子どもは割と大人になってもあまり乗ることを知らないというか、率先して乗らない、なんでしょう、乗るもんじゃないという感覚というか、そういう傾向があるんじゃないかっていう話もいただきました。で森さんがおっしゃってたように一度癖になってもらう、乗るもんだ、結構バスや電車って乗るもんだ、乗ったら結構いいねっていうところまで持っていくのが、結構鍵になるのかなというお話でした。それからもう何度も出てきてますけれども、酒を飲んでもいい、それはもう多くの方がおっしゃいます。そしてこの教えてくださった方は酒を飲んでも安価に帰れる、多分この方は車でも飲んじゃう人なんですね。で代行を頼むんじゃないかなと思うんですけども、またはタクシーで、バスで行ったけれども帰り遅くなったからタクシーでっていうような方が、もしバスがあれば電車があればその分また飲めると安く帰れるのでというようなことも書いてくださっています。それから電車やバスは運転しなくていいので、Netflixとか見てあったら目的地に着くとか、読書しやすいとか、または昼寝しやすい、電車のこの揺れがいいんですよね。通勤でもあそこで睡眠をとるという知り合いがおります。それから特に電車のことだと思いますが、雪が降っても、時間通り、ほぼ時間通り、ほどひどくなければ、進むと。車はものすごい気候の影響を受ける。だから電車は、便利だなという方もいらっしゃいました。それからそもそも車の運転ができない、その方そんなに高齢の方ではないです。今免許を持たない若者、結構都会では増えてきていますね。地方でもぼつぼつと、持ってなくって結構バス乗ってる、バス乗りたいけどちょっと乗り方がわからないとか乗り継ぎが大変という声も聞きますけれども、できたらバスに乗りたい、電車に乗りたいっていう方、意外とポテンシャルあるんですよね。なんかそんな風に可能性を感じるコメントを今日たくさんいただきましたので紹介させていただきました。以上です。思わず拍手も出てしまいましたけど、本当に拍手したくなりますよね。ポテンシャルがある。ちなみに子供の時車乗らないと将来乗らないんじゃないかという研究でですね、子供の時から車しか乗らない、電車に乗らない、公共交通使わないと年を取ってから傲慢な性格になるそうです。明らかにそこの性格の差が分かれるという、そんな研究もあるというふうに聞いております。はい、などなどまだ言いたいことありますが、森さん今までこう一流して先ほども時間もありましたのでコメントとか言い残したことありますか？先ほどお話ありましたバスの運転手さんが足りないというかいないというのは全国で起きてるわけですね。タクシーの運転手さんもいなくなってきているわけです。そういう中で鉄道を廃止してバスで代替するという選択肢はありえない選択肢なんですね。例えば7時台に1000人乗ってる電車をバスに代替しようと思ったら20台いるわけです。毎日運転手さんもいないバス業界に毎日鉄道の代わりにバスでやってくれる、それは日本中で言えることなんですね。だから知事がおっしゃったようにまず抜本的に交通の在り方というものの議論を国レベルでやっていく必要があります。内部補助だけでは持たなくなってきているのは JR も持たなくなってきているわけです。一方道路行政というのは道路特定財源があって際限なく道路は財源がつくわけで、トンネルも掘れる。公共交通にはそんな特定安定財源というものがないわけですから、やっぱり仕組みを考える必要があるだろうと。その上ですね、僕これ本当心配してるんですけど、7月からキックボードが自由に乗れるようになるんですね。原付もいらないし、ヘルメットもいらない。で、歩行補助もだからお酒も飲める。ますますバス離れが起きますよ。高校生とか親にキックボードを買ってもらうと学校時速6キロまで出ますから。で、そういうことが知らないうちに進んできていて、地方交通にますますなんていうかな、ハードルが高くなってます。で、その上で、しかしだからといって、知事もおっしゃいましたけど、何でも補助金を入れるっていうわけにはいかないわけで、だからみんなでその区間は何が最適だと。例えばね、 JR 西日本さんにしてみると、大糸線はもう明日すぐでもやめたいわけですよ。もう小谷村から糸魚川に向かって高校生2人乗ってるそうですと糸魚川の市長が言ってましたけど、僕その2人のために大糸線残す議論はありえない。タクシー代払った方が安いと思いますね。というふうに、乗車密度は線としてはこう、路線としてはこうだけど、ある駅とある駅間だとこうという数字もあるはずなのでですね、その鉄道としてある区間は残すけど、ある部分はバスに代替するとか、 あるいはその他デマンド型で対応するとか、そういうことも含めて最適化を探るということが、そのためにはステークホルダーみんなが集まってテーブル作らなきゃいけないわけですので、交通事業者の皆さんからはデータをどんどん出してもらう。果たしてどのバス停で水曜日の雨の日は何人乗ってるかって誰も知らないわけですよ。で、バス停の最適地もそこでいいのかっていうことも含めて、データは事業者をどんどん出していただいて、おそらくそれは県なり市が間に入ってステージを作らないと、テーブルを作らないと成り立たないと思いますけど、もう待ったなしにそこまで来てるのではないかというふうに思います。で、そのために国が果たすべき役割は非常に大きいので、鉄道は鉄道局で、道路は道路局で、という国土交通省の中でもっと交通全体を考えるために、例えば総合政策局がそこまで働けるかというと必ずしもそうではない。で、国会議員の皆さんの議連というのもバラバラにあってですね、それぞれがそれぞれの活動をしているという感じをずっと私受けてまして、だから交通政策そのものをみんなで省庁を横断的にきちっと考えるということが求められていると思います。で、例えば福祉輸送バスだとか、ちっちゃい事業者がやってる移動というのはやっぱり あるんですね。どれもみんな合わないのをやってですね、過疎バス含めて、だからそういうのも全体でパッケージでどうするかっていうような議論をもうする時期に来てるのではないか。はい、そうですね。本当にもうそれぞれだろうと思います。ただ例えばそういう時に日本人ってだけ日本の今までのやり方を引きずってしまうと、けどやっぱり最初にお金ありきから始まっちゃうと、けどこれぐらいしかできないよねみたいな議論になるとは思うので気をつけたい。ちなみに上で人口16万です。例えば、富山のライトレールのような LRT 路面電車、それで人口この16万以下で日本でやってるとこは高岡市ぐらいかもしれません。それでも高岡市やってるんですよ、15人とも来て、あれも廃止になろうかと思ったら結局やっぱり町のためには残すってこと。けどヨーロッパ行くとですね、私はオーストリア、さっきザルツブルクはトロリーバスでした。それからインスブルクは路面電車をどんどん増やしてます。その一つの要因は もちろん環境があるとか分かりやすいとか信頼性がある。そしてやっぱりあとおっしゃったように、やっぱりバスに比べて人が少ないんですね。1両で3連結運べばバス3台分が1両になる。そういう意味ではですね、決してその上田だからそうは言っても何もできないよねということではないということがちょっと一応考えておいたらいいんじゃないかなと思いますなどと、また勝手なことを言ってしまいましたが、先ほど知事お話になった、じゃあ市長どうですかね、今までのお話を踏まえて何かコメントがございましたら。はい、確かに、私たちもその、国へね要望行くときは道路局行くのはほとんどなんですね。鉄道局ってあんまり行ったことないんですけども、ですから、それもこの前もいろいろと鉄道関係の皆さんと話して、でもそこもなんかいかなくちゃいないんじゃないかなというふうにはね思ってはいるんですけども、ただ制度として、まあ、今ねそういう道路と鉄道の、まあ、そういう仕組みになってますから、まあ、それはやはりさっきお話出ましたように、まあ、地方から変えていくということもあるし、地方からそういう声を出していくということが大事なのかなというふうに思いました。はい、それとはい、ごめんなさい、私は田中角栄さんはいなかったなと思ってます。で、道路特定財政の話は森さんから言いましたけど、あの頃はあれが必要だったんですよね。だけど今は何が必要かっていうのをもう一回国民全体で考えないと国の方向性を完全に誤るというふうに私は思ってます。で、今必要なことを本当何と、この今日多分ここにいらっしゃる方、交通事業者の皆さんのなんていうかちょっと言い方は語弊があるね、悲痛な発言だったですよね。やっぱり実際どこの日本全国どこ行ってもそうです。人も足んない、赤字、どうやって維持するんだと、もう縮小するだけと。本当にこれでは、まあ、これ国鉄時代のさっきのお上が全部やっていますっていう時代は良かったんですよ。今はそういう仕組みじゃないんです。そういう意味ではもう一回ちゃんと仕組みを作り直さなきゃいけない。で、私システムって話を先ほどから何度も言ってるのは、これみんな一生懸命やってるんです。システムの問題だって、私が例えば教育もシステム変えなきゃいけないと思ってます。だから昨日総理が会見されてましたけども、この少子化の問題も、まあ、我々の意識も含めてこれシステム変えなきゃいけないと思ってます。で、交通も同じだと思ってます。で、特に私はやっぱ強く強調したいのは、まずは一つは森さんがおっしゃっていただいたその国の中での財源配分の在り方、私は国土交通省できるときに一番期待したのは、まあ、旧建設省から旧運輸省にもうちょっとお金がいくんじゃないかなと思ってました。ほとんど変わってないんじゃないですかね。で、これは国民が本当にそれを期待しているのかどうかっていうのは、ちょっと国会の先生方もこれ聞かれてるんで、ぜひ国でもしっかり議論していきたいなと。正直と思っています。で、これ各省庁の皆さんは一生懸命やってると私は思ってます。だけどこれは各省庁では変えられないんです。政治であったり、これも財務省の予算編成の話になりますんで、これはまさに国民的コンセンサスの中でしっかり変えなければいけない大きな話だと思います。だからもう一つは国と地方の権限配分、これも国土交通省の皆さん一生懸命やってくれてると思ってます。特に私は地方整備局はもっともっと重視した方がいいと思ってます。だけどこの交通の権限って地方にはほとんど何もない、だけど例えば先ほどちょっと横浜市の交通の在り方と上田市の交通の在り方は絶対私は違ってると思ってます。オールジャパンのルールで本当にいいのかということをもう一回問い直さなければいけないんじゃないかというふうに思います。そういう意味ではこの国と地方の関係性の在り方というのももう一回というか、これずっと我々地方公共で地方分権してくれって言ってますけれども、もう一回分権型社会を作っていかなければ地方からの行動がどっかで止まっちゃいます。なんとか分権も県民の皆さんと一緒に進めていきたいというふうに思います。から、あとは先ほど言った事業者と行政の関係性も、まあ、なんか補助金出す側出せれる側みたいな関係性ではなくて、一緒に地域交通を考えていくパートナーという形に変えていかないといけないというふうに思います。まあ、そういう意味でいろんな形での関係性の再構築が私は問われているんじゃないかと思います。それはまさに国民の皆さん、県民の皆さん一人一人が問題意識を持っていただきたいなということで、ちょっとあえて発言をさせていただきました。よろしくお願いいたします。それでですね、そうは申せ当面どうするかということがもう片一方では突きつけられているわけですので、やっぱりできるのであれば一部だけでも上下分離を考えるということだろうというふうに思います。で、上下分離の議論をすると、例えば軌道部分や車両を市が引き受けるとすると、もらってた固定資産税入らなくなるわけです。そうすると議会でもその議論を言う方が必ず出てきます。しかしそれで沿線に投資が生まれてきたり、違う形で税でリターンするということをデータでしっかり示していくことが大変大事だというふうに思います。で、大事なのは変化する前のデータを取っておくことなんですね。例えば街の中に今そこ宝レベルのマンション建ててるのを見ましたけど、あのビルができる前にあのブロックで収められていた固定資産税の総額はいくらだというデータをしっかり把握しておいて、でマンションに何億補助金出した、県もいくら、まあ、どうなってるか分かりません、県って都道府県出したんだけれども、出来上がってみたら固定資産税や不動産取得税でこれだけ行政に入ってきていると。それはずっと例えば5年間ぐらい軽減させてもその後純増になるわけですから、それと一緒で鉄道公共交通に対する上下分離も前のデータを取っておきながら、上下分離によって増えた分減った分というものの出入りを見て、市民に説得するというスタンスが大事だというふうに経験してきて、そう思ってます。ちなみに森さんは富山市の路面電車の上下分離もされたんですね。ところその時点ではですね、制度上路面電車の軌道法の上下分離なかったんです。でまあ皆さんもですね、制度がないからできない、じゃあやろうって言って森さんの一言で制度が変わっちゃったっていうね。それで路面電車の上下分離が実現する。だから地方から声を出せばできるっていうことを本当に森さんやってこられた方だと思うんですが、じゃあすみません、事業者の方、せっかくですね知事からもう本当にこれからパートナーシップ関係性変えようぜと、あるいは地方と国との関係も違ってくるはずだぜと、そこを考えようということで、まあどういった方策が望ましいのか望ましくないのか分かりませんけれども、現時点で思いつくこと、せっかく知事も市長もいらっしゃいますし、全国の方聞いておられますので、何かアイディア思うことあればおっしゃっていただけますか。じゃあ、そしたら今度逆にしましょうか。千曲バスのシエラとですね。はい、じゃあ先ほど、まあ、知事の方からも言われたんですけど、まあ、同じ話にはなっちゃうんですが、まあ、私の方も思ってるのは、都市部の国交省が始めてる制度と地方の公共交通の補助金の制度が同じっていうのはおかしくて、でまあこれ行政に対する不満じゃないんですが、私自身は思うのは今、交通政策課、行政でいけばその係のところがやってるんですが、上田市とか私どもがやってるところのお客とか利用者はほぼほぼ学生と高齢者、要は教育の部門の方も積極的に公共交通に関わってもらいたいし、もしくはその福祉の関係も大いに携わらなければこれからいけないと思っております。まあ、その中で民間の責任としてじゃあ何ができるのかっていうと、今は運行してるところの事故を起こさないように安全に輸送すること、またその今限られたその乗務員運転手の数の労働時間の中で一番最適な時間を運行するというところが現状での民間としての責任だとは思ってるんですが、かといって丸投げするような話にはなるんですが、今のこの上田市とか東新地区の路線バスだと知事が言ったようにシステム自体とかそのものを大きくみんなで考えないと、事業者だけだと決して黒字はもう不可能だと。駅前でティッシュバスに乗ってくださいってどれだけ配る、年に1回バスの日とかに配ったりするんですが、配って100人にティッシュ配ってももらった人が1人じゃあバスに明日から乗るかとはっきり言ってないと思ってます。やっぱ住民の方とか市民の方、あと行政事業者が意見出し合って大きくシステム変えないと路線バス事業自体が、まあ、先ほどから私運転手がなぜ減っていくかというと、まあ、今春闘でニュースとかでやってる、まあ、大手の方だとベースアップ満額回答大きく新卒社員の20万円以上の初任給と大きくニュースで出るんですが、多分バス事業者、まあ、地方のバス事業者だとそれだけの給料は出せません。そういった報道があるとますます若い運転手が入社してこない、で今、まあ、参考までなんですけど、当社の方の運転手の、平均年齢は56歳です。で、高齢者の運転は危ないですよと言われている中で、バスドライバーもプロなんですが、バスドライバー自体が高齢者で危ない状況になってきているという状況も、だから新しい人は積極的に採用する努力はしてるんですが、まあ、今のシステムですとなかなかその、じゃあ学校卒業してきて高校生からも大型入試持ってなくても採用して教育しますよっていうシステムを取ってても選択肢には入れてもらえないっていう状況の中で、10年後じゃあシステムは作りました、でも運転する人がいなくなりましたっていう状況にならないように、決して儲けようという話じゃないんですが、魅力があるっていうか、パイロット、飛行機のパイロットとは言わないですけど、やはり昔の憧れる職業となるような形を取れるような仕組みが考えていかなければどうにもならないかなっていうか、将来が残そうと言っても残るのは技術問題難しいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃああれですからどんどん行きましょう。じゃあちくま上田バスの波さん。はい、今白鳥さんがおっしゃった運転手さんの問題についても非常に当社も同様で非常になかなか新しい人が入ってこないということで苦労しております。それと冒頭の宇都宮先生のお話の中に鉄道のメリットっていうんですかね。乗らなくても決まった時間に必ず来るという社会インフラの一つだと思うんですけど、これは路線バスも全く同じことが言えると思います。で、先ほど来ありましたなかなか乗らないから減便だとか路線の廃止等々繰り返せばするほどバス離れが進むというのもこれ長年の経験ですので、当社とすれば上田さんもどうぞご相談申し上げながらもうなるべくだったらばそういったことはないように営業を続けていきたいと思っております。こういった大事な社会インフラの一つとして、多少の赤字でも、営業は続けていくという使命感がございますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きましてじゃあ上田電鉄の国枝さん。どうしましょうかね。実は鉄道会社も人材難に苦しんでおりまして、バスだけじゃないっていうこともあることをちょっと付け加えた上でですね、私ども上田電鉄に限ればですね、かつてのその廃線危機の時に上田市さんのご協力をいただいて、結果的にみなし上下分離を、取り入れたような形になってますので。先ほど知事おっしゃったようにですね、その上下分離を含む事業構造の変更については、先進的に行っていることもあるし、一方で、もっと次に進む必要もあるというか、そういう勉強は少なくともしなきゃいけないというふうには思ってますし、また行政さんでお願いしますというよりはぜひともパートナーで一緒にやってくださいなんて知事がおっしゃってくれたんですけど、喜んでついていきますとか言っちゃいけないんですけれども、一緒に連れていただきたいというふうにも思ってますし、ぜひともこれ自分で言うといつも恥ずかしいんですけど、上田のシンボルをですね、うまく残しつつ、残すことが目的ではなく、市民の生活の糧となり足となるように、変えていきたいと思います。以上です。はい、じゃあ続きまして信南鉄の岡田さん、先ほどのキーワードもありましたが。はい、ありがとうございます。今日の宇都宮先生、それから森先生、それから知事も含めて首長さんのお話は、地域における公共交通の在り方、ビジョン、それから地域のビジョンをどうするのかという大きなビッグビジョンを今日、聞かせていただいたんだなというふうには感じています。ただ大変申し訳ないんですけど、我々現場を預かる交通事業者としてはですね、じゃあそのテーマにどうやってアプローチすればいいのかというところが一番肝になるかなというふうに思ってます。それがちょっと演劇的なアプローチなのか、ちょっと機能的なアプローチはちょっとうまく言えないんですけども、一つはやはりこうやって、皆様が議論されている、ビジョンというのを、シナチャスという会社という組織できちんと消化する、きちんと理解をする、共有するといったことがまず現場の私としてはできることかなと。で2つ目はですね、そうは言ってもですね、当面今森さんもおっしゃっていただきましたけど、できることを私としてはまず小さなことでも一歩ずつやっていきたいと思ってます。ちょっと新聞等にも出ましたけど、三代田駅の待合室をですね、高校生を交えてワークショップをする、それから、ちょっとこちらの答申では出ませんでしたけど、北信の方の牟礼駅で高校生とディスカッションをして、どういう駅にしていけばいいのかといったことはやってるつもりです。そういったことでできることをきちんとやるということだと思います。ただくどいようですけども、品鉄一社では当然できません。ですからやはり、我々沿線市町、11あるんですね。新潟県の妙高市入れますと11市町あります。やはり沿線市町11とですね、こう車の両輪のようにタグを組んでですね、そういった地域課題を解決していくといったことをぜひやっていかないとですね、多分これは本当に厳しいことになるなと思ってます。じゃあそのためにどうしたらいいかというとですね、一つはこれお願いになりますけど、横に知事いらっしゃいますけども、やはり私は長野県にもっとイニシアチブを発揮してもらうべきだというふうに思ってます。やはり沿線市町それぞれ特徴が違います。11もあるといろんな考え方も違います。その多様な考え方をやはり、きちんとまとめていくというのは、私は地下鉄も努力しますけども、県がやっぱりすべきことかなと、県がもう少し汗をかくべきことだと私は思ってまして、大変申し訳ないんですけど、知事の前で言うと怒られちゃうかもしれませんけど、怒りません。私はやると言ってますので、しっかりよろしくお願いします。で、そういうコミュニケーションをですね、やはり、もっとちょっとやっぱり今まで足りなかったかな、長野県とのコミュニケーション、私は足りなかったと思ってますので、知事も4月1日から交通政策局立ち上げられるとおっしゃってますので、ぜひこれを機にですね、やはりもっと膝を交えたコミュニケーションをしてですね、地域課題に取り組んでいくといったことを、我々も少しポジティブに、より一層ポジティブにですね、やっていければと思ってます。長くなりました。ありがとうございます。口挟んでごめんなさい。先ほども言ったように12年間知事もやってて何やってんだっていうのは、批判はしっかり私受け止めなきゃいけないと思ってます。で、ただその、先ほどの交通政策局だけじゃなくて、今度総合計画4月からスタートさせますけれども、その、移動の足の確保については新時代創造プロジェクトっていうのを立ち上げて、そこで議論していく形になってますので、これはちょっと、事業者の皆さんと、本当に一緒に考えなきゃいけないと思ってますし、で先ほどもちょっとお話しこれ交通だけの問題ではないと思ってます。教育の問題であったり、あるいは医療の問題であったり、そうしたものと、表裏一体、逆に、もっと論点広げると、交通の利便性の確保だけじゃなくて、実はその往診するとかですね、オンラインで教育するとかですね、そういうもうなんていうか、拠点側からアプローチすることも、そのデジタル時代だっていう、そういうこともトータルで最適を考えないといけない時代になってきているというふうに思ってます。そういう観点でこの、総合計画の新しいプロジェクトにしっかり取り組んでいきたいと思ってますが、品鉄沿線UDC の職員も今日来てると思いますけど、 UDC が一緒にまちづくりやっていて、その中でもやっぱ公共交通の話は大きなテーマだと思ってます。で、県が UDC 信州なる組織を作ったのは、これちょっとまちづくり、やっぱり市町村の権限が多いんで、県があまり口出しすぎてもいけないなと思いながら、UDC 信州でバックアップしましょうみたいな形にしてます。で、今まさに小田さんがリーダーシップって話いただいたんで、このリーダーシップはですね、私は私のリーダーシップではいけないと実は思ってて、まさに皆さんと共に皆さんをコーディネートするリーダーシップじゃなければいけないというふうに思ってます。これやっぱりですね、交通の話はぜひオープンな議論をしていって、やっぱり納税者の理解、利用者の協力、こうしたものがなければ進まないと私は思ってますので、そういう意味でこの会議、この場は非常に井川さんの声が非常にありがたいなと思ってます。で、ちなみに上下分離、ちょっとなんちゃって上下分離なんですけど、実は長野県バス事業者にはバス車両を購入して、それで路線運行してくださいねっていうやり方も始めてます。ちょっと微々たる上下分離ですけども、からもう一つ上下分離でいうと、私かつさっき言ったように実証で交通担当の課長補佐やってた時には、実は空港アクセス鉄道財政スキームを作ってたんですけど、結局最後国交省の補助事業で、やるっていう話になったんでお蔵入りになりましたけど、要は何言いたいかというと、やっぱりインフラ部分にどれだけどういう考え方で税金を入れるのか入れないのかっていうのは、やっぱりしっかりルール化しないと、今のようになんか大変だったらお金を出すっていう形だと、やっぱりちょっと納税者の理解は得づらいのかなというふうに思っています。そういう意味では事業者の皆さんの課題や悩み、本当に我々もしっかり共有させていただきながら、ぜひなんていうか、もう私は本当にもうこの今の仕組みでは無理だっていうことは、ぜひちょっと共有を今日は皆さんとしたいと思いますけども、じゃあ上下分離も含めてどういうその鉄道事業、どういうバス事業、あるいはちょっと今日はタクシー入ってないですけどタクシーから、もう一つはやっぱり地域の支え合い、あるいは長野県は観光地が多いんで、観光地の旅館ホテルの人たちはマイクロバスいっぱい持ってます。そういうものをどうやってもっと地域に活用できるのか、そうしたものまで含めて考えていくことが必要だというふうに思ってます。ぜひ上田から考えていけるとありがたいなと思いますし、ちょっと宇都宮先生には長野県の交通政策アドバイザーかなんかになっていただければありがたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。上田市長がそういう意味でその辺をぜひ県知事がおっしゃいましたし、いろんな声出ましたが、ぜひ市長たまたまという言い方が欲しいんですが、コロナになりましてね、各事業者の皆さんと実は懇談もつき合いが何回かありました。それは各企業の皆さん、事業者の皆様が、コロナで大変だということの、それ位置づけでもルール化って言いますかね、何度もっていうわけじゃないんですけども、この部分がこうだと言って、支援をしちゃうんですね。で、支援するときに、ですから何回かそのお話を聞かなくちゃいけないということで、その市長懇談という形を取ったんですね。ですからさっき、知事、パートナーという表現を使られましたけども、まさにそれがですね、コロナのを経てですね、そういうような懇談ができるという機会ができたということであります。で、今まではその支援というそのコロナの形なんですが、これからはだからそれをもうちょっと深めてですね、本当に先ほどの公共交通とまちづくりというテーマでも含めて、持っていける、ちょうどいい機会だったのかなというふうに思ってますので、引き続きそれはですね、また進めていきたいと思っております。もしあればぜひ、せっかく市長あとですね、市の職員もですね、若い職員も、たくさんいますので、それ皆さんとのですね、やはり我々とすればいろんなアイデアもですね、出てくると思いますので、その辺はまた生かしていきたいなと思ってます。それとよく公共交通を利用促進する、条例ですかね、これ作ってるところもあるんですけども、それは啓発的なものだと思うんですが、そうやってもうそういう市民の皆様も本当にその今車を、将来ね、車がなかったら困るというテーマですけども、じゃあこの1週間車を使わなかった場合とかね、街の中に車を入れなかった場合とか、さまざまな形で想定してですね、やるとその自分事になるのかなというようなこともね含めて、今多分想像するだけしかないと思うんですよね。車がなくなっちゃったらどうするんだとか、免許返納したらどうするんだとか、だからその実装的な形もですね、やってみるのもいいのかなというふうに、今ちょっとお話を聞いててですね、感じました。ありがとうございます。若干の時間の延長は許されると聞いてますので、5時になりましたけれども、もう少しと言いますのも、やはりそのまさに市民のお立場の藤川さん、まだ1回しかお話いただいてないので、藤川さん、今までの話も含めて市民としてどう思いますか。ありがとうございます。なぜこういう会をしているかというと、もう上田は人口減少は確実、それもスピードが速いで、どんどんそれなのに町はスプロール化してインフラ費用が増えている。そして気候変動はもうかなり危機的な状況ということが上田リバース会議のベースになっています。でもできることはあるのに、今ならまだ間に合うと思っています。できることがあるんだったらやっていこう、じゃあどういうことやればいいの、具体的にはというのを考えるのが上田リバース会議という気持ちでやっています。市民がそういった野心的な政策とか、今までと違う在り方を応援するというか、賛同するというか、その市民を味方につけた政策というか、やっぱり今まであんまり変化がするとやっぱ反対意見とかはね、ちょっとどうなのかなっていう意見はたくさん出ると思います。出てもいいと思います。でも賛成です、ぜひ進めてくださいっていう声も同時に出るっていうことが大事かなと思っていますので、この、交通についてもまずやるのはこんなにたくさん卵を産んでくれる公共交通についてまず着手することは、それもちょっと急いでということが大事だと思っていて、それがみんながどこに住んでいても同じ平等な、公共サービスを得られるという時代ではもうなくて、そうあれればよかったですけれども、もうそういう時代ではなくて、どこかに集中することでみんなに便益がある、森さんが先ほどおっしゃってますけれども、その理屈をなぜそうなのかも、市民も、知るようにして、なんか応援していければなと思っています。で、今日割と女性が少なくて、鉄道バスの話は男性がお好きなのかなってよく聞くんですけれども、もっと女性がこういった場で交通のことを考えると、それがパワーになるんじゃないかなと思います。送迎しているそのただのタクシーになっている人は多分女性が多いんじゃないでしょうかね。時間取られてますよね。動機もあると思います。そういった形で変化を起こす、市民の方からも変化のパワーになっていければいいなと思うのと、小山市の事例がとても興味深いです。小山市はちょっと小ぶりなバスを市が運営してるんですけれども、おしゃれなんです。で、イメージ戦略で乗りたくなるような仕掛けをたくさんなさったんですね。で、バスに乗ることがシビックプライドみたいな、誇りになるような。で、また来年度4月以降いつになるかまだ決まっていませんが、小山市のお話を聞く会をリバース会議でやれればなと思っています。以上です。はい。いや、じゃあもう本当に皆さん1点だけまだまだ言いたいでしょうか。じゃあここからもう森さんからずっと1点最後です。壇上にいて長野県民じゃないのをそれが先生と話して。はい。僕は長野県の皆さん素晴らしいと思うのは、横断歩道で車は必ず止まるということです。富山県に止まると後ろからクラクション鳴らす人がいるんで、これはですね、県民性でありかつ教育の成果だと思います。で、渡った子どもたちきちっと頭下げて、渡っていってくれますね。で、それが素晴らしい長野県民性だと思うので、さっき市長がおっしゃったノーカーデーなんてヨーロッパ行っていったら盛んにもう今起き始めています。パリのゾーン30とか30キロ制限ですとか、もっといくとゾーン20とかですね、いろんなことが世界で起きてます。街全体が20キロしか出せない。そうするとグリーンスローモビリティで暮らす、シニアカーで暮らすとかっていうもう時代に来てますので、一年中それは無理だとしても、今日はノーカーデーだとか9時から夕方5時までは車使わないとかですね、きっとそういうことの運動を開始されたら、かなり長野県民の皆さん方は共感される人が増えていくんじゃないかと思います。で、僕はさっき文化って言いましたけど、これすごく大事なことなので、ロードサイドの店ばっかりになってしまって、街に本屋さんがない、そんな街は外から見ても大丈夫かと思いますね。と一緒で、本当に公共物が衰退してしまうというところに人が来ないと思います。ぜひいい運動を開始してもらったらいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、あと最後もう登壇者、最後市長ベースに県知事からこう順番に1人20秒以内でお願いいたします。20秒で。はい、どうもありがとうございました。この地域は後藤啓太先生、後藤啓太王が生まれた青木村に記念館がありましたけれども。やっぱ鉄道を軸としたまちづくりの、ある意味元祖の取り組みをされた方です。そういう意味ではぜひ、皆さんと一緒にですね、この鉄道とまちづくり、じゃあ横浜市は東急だったり京急だったり鉄道会社の皆さんが頑張ってやってくれてます。やっぱ長野県も先ほど言う事業者とそれから行政がしっかりパートナーシップを組んで、この交通とまちづくり進めていきたいと思います。皆さんのご協力よろしくお願いします。今日今日はありがとうございました。ちょっと1点だけもちろん皆さんの議論のようにしなの鉄道、交通としての機能をきちんと守っていくということが最重要課題なんですけど、一方で悲しいかな、沿線の人口が減ったり、乗降客数が減ったりしています。で、私個人としてはですね、やはり駅というのは今までの交通結節点機能からですね、やはり地域のコミュニティ拠点という形でですね、形を変えていく必要があると思っています。で、これは当然のことながらまあ申し訳ないですけど、やっぱり地域の皆様としなの鉄が変えるんじゃなくてですね、地域の皆様と一緒に考えながら、もちろん交通の駅ではあるんですけども、さらにそこに地域とのコミュニティ拠点といった機能をですね、新たに頑張って付加するといったことを皆さんとこれから一緒に考えていきたいと思っています。以上です。もう発言機会がないかと思ってネタを尽きてるんですけど、一つ言うと。電動キックボードですかね、非常に公共交通機関を恐れてますけれども、一方であれ便利だから乗るんです。あれが走ってると危ないという大人は多々いますけど、ぜひ守ってやっていただいて、公共交通機関として認めて、共存共栄できるような社会ができるといいなと思ってます。以上です。はい、これ割と最近ある利用者のお母さんから問い合わせの電話がありまして、ちょっとその内容を読まさせていただきたいと思います。上田バスさんの上田駅から私のところまで走っているバスはまだ走っているでしょうか。私の子供は高校時代毎日雨の日も雪の日もバスで通っていました。おかげさまで安心して家を送り出すことができ、とても感謝しています。今回、東京に進学した息子が久しぶりに帰省します。駅まで迎えに行くかと聞くと、いいよお母さん、バスで家まで戻るから、とのことですので、お問い合わせの電話をしました。というお電話をいただきまして、非常に私の方でまあ、バスに乗るってこういうことかなというふうに改めて事業として考えた次第でございます。今日上田リバースということで皆さん集まっていただいて、これから地方の公共交通上田市は厳しいという話だったんですが、こういった機会を設ける町っていうのは字のごとくリバースできる可能性を秘めていると感じましたので、まあ事業者としては言い足りないというか、まだまだ課題はあるんですが、こういった機会を設ける町っていうのはまだまだ復活の機会があるんじゃないかと感じました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ今日私もですね、公共交通と町づくりっていうのがですね、融合していくということも非常に大きく私の胸に収まっています。そしてまた今日のこの公共交通のまちづくりのシンポジウムがですね、今日ここであったと、この場所で演劇であったということが非常に大きな意味があるのかなというふうに思っています。そしてまた今日、藤川さんのコーディネートでですね、私も登場させていただきましたけども、私もここでですね、皆さんと一緒にパネラーになったということも大きな意味があると思ってますので、しっかりとですね、公共交通ともに皆さんと一緒にですね、支えていきたいと思ってますし、公共交通の衰退が町の衰退になるという、そういうようなですね、意識、危機感ですけども、それも市民の皆様とまた一緒にですね、共有するような機会を作っていかなければいけないなと思ってますので、よろしくお願いします。本日誠にありがとうございました。私からも癖になる人を増やすことかな、それからまずできるかなと思います。今実は車じゃなくてバスや電車でも行けるんだけど、でも車の方が便利だから車にっていう人が結構いますよね。ポテンシャル結構あると思います。その方々が乗るようになってから、いろんなことが変わるんじゃないかなと思います。多分便数を増やすとか、今日制度の話とか国交省とか総務省とかちょっと時間がかかりそうなので、それまでできることとして、癖になる人を増やす。私の祖母は80歳ぐらいまで多分歩いて15分ぐらいのバス停まででは街に出かけていました。当たり前だったからです。私も高校は同じバスで行ってました。送迎なんてしてもらえませんでした当たり前にすることかな、今送迎が当たり前になってるのかなとも思うので、まあ、無理な人は難しい、必要な人は、送迎も必要ですけれども、まあ、行けなくはないっていう人をなんとか乗るように、癖になるように工夫していくことからが、まあ、市民にもできることかなと思いました。ではありがとうございました。なんか時間が足りなくてですね、まだまだお聞きしたいんですけれども、私からも最後一言、先ほど市長がですね、公共交通の衰退が地域の衰退、言い換えると公共交通を発展させることによって地域が発展する、もう知事は本当にフレームワークを変えていこうぜ、新しいパートナーシップでやろうぜと、ここまでおっしゃってくださいました。ぜひその域をですね、上田から地方から、そして日本全国に発信していけば、私は長野県民ではないです。日本の全国の地方が良くなっていくんじゃないかなと、そんな思いで今日本当にパネルを司会させていただきました。長時間となりました。ありがとうございました。改めてですね。はい、一言、今日の感想なんかをお願いしたいんですけど、いい会だったと思います、はい、で会場の皆さんにも細かな事柄は別として、全体の流れとしては、やっぱり公共交通は大事にしなきゃいけないねっていうような共感が、おそらく全体を覆ってたと思うので、知事も思い切ったいい発言なさったなと思います。で、結局まずは交通事業者が中心にあって、僕、さっきちょっと言いましたけど、あんまりデータを出さないんです、交通事業者って。まずはデータ出す、で、行政と市民とステークホルダー、いっぱいタクシーさんとかいっぱいいますから、そういう皆さんでデータ共有しながら、最適な方法というか、いうものを見つけて、解を見つけていくということなんで、その時はやっぱり、まずはこういうような解、何度かやって、関心を高めていくということじゃないですか。別所鉄道って大事だと思ってますよ。去年僕、恵那市に行って、明知鉄道の活性化みたいなシンポジウムに出したけど、みんなで守るっていうことを、当事者意識を持つことが大事だと思いますね。と思います。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、こんにちは、上田ビジョン研究会の事務局の藤川です。はい、上田リバース会議というのを、企画運営しています。今日は交通まちづくりシンポジウムということで、地域の公共交通をテーマにシンポジウムを行いました。今日感想はどうでしょうか。はい、地域のリーダーである知事や市長、それから交通事業者の方が、一堂に揃うということはないということで、ずいぶんこの企画を褒めていただきました。はい、そこに交通まちづくりの専門家である宇都宮先生と、もう実際に実行して、金額というかいろんな成果をもうすでに生んできた前富山市長の森さんが来てくださって、すごくいい化学反応というか、新しいことが生まれかけたなと思います。前富山市長さんのお話はなかなか感動的でしたよね。もうすごいパワーですね。前にも上田に来ていただいたんですけど、素晴らしいな、もうすごい説得力です。はい、何を目指すべきかを、まだ誰もやっていなくても、ちゃんとビジョンを持って。みんなを説得して実現されているということが伝わってきて、素晴らしいなと思いました。上田の各社交通機関の社長さんといいますか、偉い方が来られてましたけど、はい、ああいった生の声を聞くのもすごくためになりましたよね。そうですね。普段なかなか聞けない声だと思います。本当にご苦労されていて、課題もはっきりしているけれども、どうやって解決していくかということをみんなで考えることができたかなと思います。藤川さんとしては今後どんなふうに夢を描いているんでしょうか。夢というか、やっぱり地域が本当にみんなが楽しくて、なんかこうあればいいのに、それをやらないためにみんなが大変だったり苦労したり住みにくかったりするような街ではなくて、やり方があるんだったらやっていこうっていうことを市民から発信して、そういった野心的な政策の味方になろうと、そういった会ですので、これを続けていきたいと思います。